クイーンエリザベス2世ステークス7頭の出走です。ケープクロス収まりました。1600メートル、さあスタートしました。ほぼ横一列に並びました。先頭争いですが、真ん中からムータティアが上がっていきました。その外にアモングメンです。さらに内側ケープクロス、青の勝負服が行っています。そして黒の勝負服がデザートプリンス、1番人気といった体勢です。さらにその後ろ5番手にドクターフォングといった体勢。今日は激しい雨の中、重い馬場のレースとなりました。今日のレースです。この辺りは1000メートル、およそ1000メートルの直線をゆっくりと登っていく形です。先頭から見ていきましょう。ムータティアが先頭、その外にアモングメン、そして内に青の勝負服ケープクロスです。1番人気黒の勝負服、白の帽子デザートプリンスが4番手、そして内側にこれも人気を集めている黄緑の帽子ドクターフォングが行っています。さらにその外1馬身ほど離れてアルムシタラク、最後方はセカンドエンパイアといった体勢です。まもなくカーブに入っていきます。1600メートル、先頭はムータティア、ムータティアがまだ先頭、そしてアモングメンがその外、内にケープクロス、1番人気のデザートプリンス、黒の勝負服はまだ4番手といった体勢です。そして内々をドクターフォングが言っている。さあ直線に入りました。先頭はアモングメンだ、アモングメンが先頭だ。そして外スッと上がってきました。デザートプリンス1番人気、デザートプリンスがここでグッと出てきました。さらにドクターフォングもやってきている。ドクターフォングもその外襲いかかってきている。デザートプリンスがしかし先頭、残りおよそ200メートルだ。デザートプリンス先頭だ、デザートプリンス先頭、そしてドクターフォング、この2頭の争いになった。2頭の争い、ドクターフォングが追い詰める。しかしデザートプリンス強い。デザートプリンス先頭、デザートプリンス先頭、デザートプリンス1着、1番人気に応えました。デザートプリンス